戦勝書は、中華人民共和国の作家、文学研究者。代表作に、異常、断芸力、関水編。戦勝書は7つの国の言語に精通していた。1910年11月21日、チャンス賞無釈誌に生まれた。父の仙本博は教育者。無釈通りに小学、蘇州桃宇宙学、米国製公開無釈誌夫人高級中学卒業。 1929年に、聖火大学外文系に入学した。入学試験の数学は15点しか取っていなかったが、英語は満点を得た。千生書はこの大学で妻となる陽光と知り合った。1933年に卒業した後、上海光科大学で教鞭を取る。1935年に結婚し、同年にイギリスやフランスへ留学した。 1938年秋に北京に帰り、聖火大学教授の仕事に戻った。翌年、湖南小生国立、愛田だ市藩学院の英文系担当主任となった。1941年、新丹女子分離学校の教員となった。随筆集、写し財人性編上が、改名書店から出版された。1945年、 上海気南大学の外文系教授となる。南京中央図書館英文館館、書輪機関編集を兼任する。1947年、長編小説、異常が上海明日光出版講師から出版された。1949年、聖華大学で教鞭を取る。1949年以降は、聖華大学外文系の教授を務めた。1957年、 父が病死する。1958年、創始戦中が人民文学出版社から出版された。文化大革命から57幹部学校に加放され、労働二十時、文化大革命で受けた攻撃も激しかった。1970年6月、子の王徳一が無実の罪を着せられたために追い込まれ自殺。1979年4から5月、アメリカを訪問する。 1980年11月、日本を訪問する。1984年、成瀬州が香港広角鏡出版社から出版された。1985年、ナナ、つず州が上海古籍出版社から出版された。1997年3月4日、娘の千円が、石炊岩で亡くなった。1998年12月19日、 病気のため北京で死去した、去年88歳、ありがとうございます。